ママチ、ママチ。はいはいはい。あっち、なんでこれ、これはエンプティだよ。あんた、あっち何持ってるんですか？何食べるですか？何だよ。もち、もち、あっち何食べてるですか？アヒングです。今から島を作りますね。はい、島は何ですか？バッグのドリンク。何を入れる？はい、紹介してください。砂糖と、知らない砂糖とレモンと。これ何砂糖っていうの？知らない。OK。なんか2種類の砂糖と、これとこれ砂糖なんですけど、これはイーストだね。はい。ドライイーストと、レモンと、エンプティボトル。ボトルです。飲み物は、リクイッドは何使うの？ウォーター。なんかゆるくめっちゃデブ。このやアングル。あらあら。チェックとボーダーのすごいうるさい組み合わせでございますね。靴下もボーダーだね。僕もアイス食べるんですか？と言いつつ、私もアイスを食べたいと思います。はい、よし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 はい、ということで本日はめちゃゆるくお届けしております。アイスを今食べています。今日はサウナデーでした。次のビデオは実はアンチ先生にいろいろとフィンランド語についてお話ししていただいているビデオになっているんですけれども、フィンランド語は日本語とも英語とも似ていないよね。 Pronunciation or the language in total? Language in total、mm-hmm. Pronunciation はどうですか？ I'd say it's a bit closer to Japanese。 うん、そうやね。英語みたいになんか TH でいろいろな発音があるのではなく、 A はあって決まってるっていう感じなので、一回ね読めるようになると簡単に読めるんですよね。Yeah. うんうん。 Language in general, what do you think of the closest language? Estonian, then would be Karelian, but that language is mostly dead. Hungarian maybe. あ、そうだね。これもどこかで説明してるかもしれないんですけど、フィンランド語には母音がね8個ありますね。Yeah. あっちくんに聞いてみましょう。あ、えI, O, U, U, A, U です。もちさんが来ました。Maybe Swedish O as well. Did I say it? あ、次の動画でもね、詳しくお話ししているところがあるんですけど、フィンランド語は、私、単数形のあなた、彼、彼女、私たち、あなたたち、彼らっていうので、全部動詞がね、変わるようになっています。で、時には、例えばヘルシンキっていうワードがヘルシンキにというんやったらヘルシンギーになるし、ヘルシンキでやったらヘルシンギーさんになるし、ヘルシンキからだったらヘルシンギしたね、それになるし、だからそうやって語尾が後ろが変わるようになっています。もちち最近のライフはどう？今めっちゃめんどくさい。どうして？どうしてだろうな。どうしてだろう。 Recently it's been super nice. Finally spring is coming to here. Snow melting a lot and can bicycle and walk normally. Finally sneaker weather. Yep. Don't have to wear winter boots. And he really wants to like...アンプティアイスクリームスティック。そう、バップというのは何のイベントですか？ホリデーイベント that kind of you go outside, you drink sima, yeah, you eat like donuts, you put like colorful decorations. セルペンティーにあるね。Yeah. People barbecue, go for a picnic in the park or something. A lot of like student events for university students. まあ、5月1日がメデーで、今年は日曜日だから、その土曜日からそして金曜日からなんかいろいろイベントがあるみたいで、私たちも一応ファミリーイベントでバーベキューが土曜日と日曜日に、フィンランドの学生の時にほとんどの人がオーバーオールをもらうことになっているんですね。ユニバーシティスチューデントとユニバーシティオブアプライドサイエンスの人
can get maybe、yeah. うん、そうなのでそのカラフルなオーバーオールの歴史があるんですけれども、まあ、その時私たち の, そのお母さんとかのねジェネレーションからオーバーオールがあって来て、で高校生がねみんなもらうあの帽子があるんですよ、警察官みたいなやつねそれをかぶってオーバーオール着てっていう、そういうイベントなんですよ、バップで。その時に飲むのがさっき言ってたシマっていうドリンクと、これがセルペンティーニっていうこういうやつなんですけど、これはなんか一つ一つがこう紙のペーパーになっておりまして、でこういうものをなんかもうヒューンって取って、わかるかな、こうやっていろいろな層になってるんですけど、こう上からこうヒューンって取ったらこうくるくるの紙に なるんですねでそれをもうなんかここら辺に巻きつけたりとか机の上に置いたりとかしてね、いろいろそうやってお祝いというか、うん、そういうイベントになっております。そこの動画を撮ってる時のあさってにもっくんちんは1歳になりますねー、もっくんちん1歳だねー、ビッグボーイですねー、もくち大きくなったねー、もくち。でもね、もくちは意外とあのキース・ホンドの中ではね小柄な方の、しかも男の子だったらね結構小柄な方で、そうそうそう、でなんかあのお友達の、そう彼は今、まあ、13キロ、4キロぐらいかなと思います、もくんちんね、うん、そうなんですね。僕の誕生日にはケーキを作ろうと思っています。あら、かわいい。ゆるゆる動画だな。大丈夫かな？はい、ということで皆さん見てくださりどうもありがとうございました。こんなゆるくてすいません。でもね、最近近況報告というか、最近私たちの動画が出してなかったので、次はあっちくんの、あっち先生との講座がありますので、よかったら皆さんチャンネル登録をしてお待ちください。編集が結構ね、大変そうなんですけど頑張りたいと思います。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。もいもーい。わあ。すごいね、トゥーマッチイーストじゃないかな doesn't look very yeasty